1九百系京王 o 出羽1 9 0 0電車は、京王帝都電鉄井の頭線で使用されていた通勤系電車である。九百五十三年から九百五十四年にかけて、京王線の二千七百系を井の頭線向けにしたものとして、出羽1九百一から九百十三の十三両を新造した。二千七百系同様、正面は二枚窓の湘南スタイルを採用し、 全面窓状に微灯が、全面下部の左右にアンチクライマーが設置されている。性能面では、主電動機が1800系の心臓車と同じであり、この間の経緯は、国鉄80系電車の正面デザイン変更の経緯に類似している。なお、側面は片開き3扉、変運転台だが、窓配置は2700系の D1、D3 D、D3、D2 でなく、1800系までと、 同じ D1D4D4D2 である。井の頭線で使用されていたが、3000系の増備により晩年は、他の9年式車同様長ら主事専用となり、1984年1月22日に、さよなら運転が行われ、これをもって運用を終了し、廃車された。この時点で、井の頭線から吊り掛け駆動車が消滅した。装備されていた。 KBD-107 台車と MT-40B 型電動機は、三義鉄道601系、総武流山電鉄線2 0 0型に再利用されたが、両車とも、使用車両はすでに廃車となっている。ありがとうございます。